温泉好きな外国人、俺と嫁と俺のおふくろと山形県の蔵王温泉に行った時のこと。旅館の食堂で夕飯を終えて3人が食堂を出る時、金髪の外人さんが1人黙々と食事をしていた。3人で売店を物色しながらおふくろが、さっきの外人1人でここに泊まってるのかなと、やはり嫁もおふくろも彼がとても気になった様子。その旅館は決しておしゃれな感じではないし、温泉そのものが大好きな人が泊まりに来るような旅館だったし、でエレベーターに乗って部屋に戻ろうとした時、その外人さんもエレベーターに乗り込んできた。入り口そばに立っていた嫁が、何階ですか、あ、同じですね。おふくろが、温泉好きなんですか、はい、大好きです。でエレベーターを降りたら、結局その外人さんは部屋も隣だった。しばらくして外湯に行こうと、俺ら3人がロビーで宿の人に下駄を出してもらっていたら、また彼がいた。下駄を履きたかったらしいが、足が入らずとても残念がっていた。外に行かれるんですか、寒いですよ。大丈夫、これからまた温泉行ってきます。浴衣にブーツの姿で外人さんは夜の温泉街に消えていきました。ヘレン・ケラーと秋田犬。初めてアメリカに秋田犬を連れて行ったのがヘレン・ケラーって知ってた？1882年、ヘレン・ケラーは2歳の時に高熱が原因で視力と聴力を失いました。しかし、障害を理解してもらおうと世界中に飛び回り、福祉の向上に努めた人物でもあるのです。ヘレン・ケラーは1937年に日本を訪れます。そして秋田での講演を行う前、秋田犬である忠犬ハチ公のお話を耳にしたそうです。この時ヘレン・ケラーの心が動かされたそうで、秋田犬をリクエストしたのです。その犬の名前が神風という名前でした。そして神風が日本の犬として初めてアメリカに渡った犬でもあるのです。ヘレン・ケラーは、秋田犬ほど主人の気持ちがわかる犬はいないと大絶賛していたそうで、神風が亡くなった後も秋田犬ケンザンをアメリカに呼び寄せました。今では秋田でも秋田犬の生育数は減り続けているけど、アメリカや諸外国ではちょっとしたブームで増え続けているんだって。ちなみにスティービー・ワンダーも秋田犬が好きなんだって。